りを頼む。ちょっと待ってくれ。まだ事情を聞いてないぞ。見張るのはいいが、この娘がなぜ捕らえられているのか聞かせてくれ。俺が信用できないんだな。これは返す。分かった。話そう。この娘は元岩見大官の矢野左近大夫の娘鈴香。なぜ誘拐したんだ。俺たちは綱吉が将軍の時に改易となった岩見の浜村藩の隠密組の者でな。それで改易の後、俺たちは荒れ地を開いた。生きるためにな。だがその土地は大官の矢野に召し上げられた。俺は一族を連れて仕官の道を探り、諸国を巡り歩いた。それで仕官はできたのか。俺一人なら何とかなったが、それでは食えん。やむを得ず岩見に戻り、銀山の人足になろうとしたが、それも断られた。女子供に飢えが迫っていた。病で倒れて死ぬ者もいたぞ。そんなある日、岩見銀山の人足頭と申す者が訪ねてきたのだ。先年わしらは落盤で十数人が死んだんだ。だが大官は一文の金も出さん。残された家族はお前たちと同じように悲惨な暮らしでな。それで明日銀の延べ板で3000両が大坂の銀座へ送られ、わしはその道順を知っとる。